25年前、プロジェクトマネージャーの藤掛陽子は青年海外協力隊火星隊員としてパラグアイの農村女性と子どもたちのための生活改善の支援をしました。その時の経験を生かし、未だ男性優位思想が残るパラグアイ農村部において変革を起こそうとする農村女性たちとこのプロジェクトを始めました。この村の女性たちって協力隊とかそういう他のなんていうのかな、政府の講習会とかを受けたことがない方たちばっかりだったんですよ。だからすごく学ぶことに渇望してた。ガールポコタールノインポルタIgual, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy trabajando. Cierto, mañana cierto. Tengo que ir a la feria. Sí, ¿a qué hora? A las 3 por ahí, de la mañana. Como siempre. Porque quiero aprender y quiero cambiar. Cuando yo tenía 25, 29, 30 años, tengo muchos hijos y yo no aprendí luego cómo utilizar hortaliza, por ejemplo. Yo no sé qué voy a hacer de zanahoria. Yo no sé.Cómo voy a comer remolacha, yo no sé cómo voy a comer zapallito. En la cocina aprendemos todito, sabemos comer ahora, eso es muy importante. El higiene, por ejemplo, cómo se cuidan los chicos, cómo tenemos que cuidar, todito yo aprendí yo con tu clase. Yo aprendí, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, yo aprendí del proyecto de Yoko. Este es el toronjil, hace un poco así, este es para el corazón.Para el tereré. 昔ね、食べ方が分からなかったって信じられないですね。と、para el tereré. Y tenemos dos clases. Ella es lo que trabaja mucho también ahora. Que no hace falta tener mucho espacio para tener alguien cerca de mí.私が生活改善の事業をやってる時にリタは抱っこされてきてました。村の方がちょっとそこまで収穫に行くから一緒に行こうって言われた時に、セルキータって言われるんですけど、セルキータって近いってすぐそこだよって意味なんですけど、そんな近くなくって、ジュースにしたり。Está muy maduro. Bueno, Miriam es mi mamá. Mi mamá es una señora, yo le digo mi heroína, ¿verdad? Porque gracias a ella estudiamos, aprendimos muchas cosas de ella también.Como que ella aprendió muchas cosas yéndose a cursos. Pensé que tenemos que ayudarnos uno al otro para salir adelante. O si no, con familia y todo, las cosas es muy difícil. Acá en el campo tenés que trabajar mucho para salir adelante. Para estudiar a los chicos, para poner comida.Pasar lo bueno también, porque tener como ya como ladera, cochina, esto, aquello, necesita mucho esfuerzo para conseguir. Y yo pensé que si nosotros nos ayudamos como uno al otro, no podíamos tener. Y hice así. Esa es mi respuesta.こういう仕事は妻、女性がするものだと思ってたけど、
まあ、女性たちが、まあ、妻ミリアムが働きに来始めて、子供にご飯を準備しなきゃいけないから、まあ、当然働かなきゃいけないよねっていう風なので、まあ、気持ちが変わってきたんだよね。その女性たちの共に歩いた男性もいて、すごくサポートしてくれた男性のご家庭は飛躍的に伸びていったのかなっていうのはあるし、そうじゃないあの家庭の女性は結局途中で来なくなったりとか、うん、あるいは最初から来てなかったりとか、やっぱり村にあるそういうなんていうのかな、ジェンダー構造っていうか、まあ、マチスモっていうか、そういうのもやっぱり見えてきて、イサさんなんかは本当に、まあ、模範みたいな、村の模範みたいな方だけど、村に入ってどういうふうに生活してるとか、まあ、例えば夫と、まあ、交渉して何とかな、女性たちも働きに行きたいって言ったとか、村長さんに交渉してあの小学校の設備を良くしたとか、でそうい こう小さなことかもしれないけど、うーん、まさにそれって女性たち なんていうのかな、主体性の発動、まあ、あのエンパワーメントなのかなと思って着目したんです。でやっぱり国際協力の現場で、その当時はエンパワーメントみたいな人の行動変容みたいなのはあんまり着目されてなかったんですよね。でそれでどちらかというと農業の収量がどのぐらい上がったかとか、子どもたちの教育レベルが何年間上がったかとか、まあ、そういうふうな数字で分かる方が確かにね、あの国際協力のそういう結果っていうのは見えるかもしれないけど、なんか目に見えないけどすごく人々の意識の中に何かをもたらして、なんかちょっと自信がなかったことでもみんなが思ってて、あ、やっぱりできるかもしれないって思える。やっぱりパラグアイ農業国だから、この農業のなんていうのかな、良さみたいなのをなくさないような発展、そういうのを考えるお手伝いができたらいいですよね。難しいですよね。女性たちはやっぱりお金がなくって、子供のやっぱり靴も買えないとか、まあ、そんな中で女性が社会進出をするとか、あのいろんな教育を受けて、それで自分にもこういう権利があるっていうふうに主張するのと、多分同時進行で男性とか親御さんとか、まあ、学校の先生とかもうみんなこう同時進行で変わっていけばいいけど、おそらくちょっとずつこう意識の変革にズレがあるから、まあ、例えばいや私これやりたいんだっていうふうに言ったことに対して、えそんなのなんか勝手なことするのみたいな、やっぱりそういうのもあるだろうし、まあ、今ちょっと村の31歳の女性と話してて、やっぱりこの国がそういうフェミニシードを、女性殺人がすごく小さい国で、去年が58人ぐらいがフェミニシードで亡くなったっていうのが統計で出てて、700万人しかいないのに58人ってすごく多いと思うっていうふうに彼女は言ってたんですね。だからやっぱり、ジェンダーの平等とか、そういう都市と農村の人たちの格差の改善とか、やっぱり一筋縄がいかない、やっぱりこう反対派みたいな人もいるのかもしれないし、伝統的な価値規範をこう心の中にこう据えて、で教育が浸透してきているし、いろいろなあの広報活動もあるから、表向きはいや女性が社会進出するのはいいとか、農村の人々とか先住民の人々にも当然同じ権利があるっていうふうにこう表向きは言うけれども、まあ、家の中に入ったらそうじゃないっていうのは
あるんじゃないかなっていうのは今あの女性が言ってたけど、私もまあそういうのは感じます。Muy bien, guapita. Sí, y hoy podemos ir a tu casa. Pero el camino no es mío. Hay mucho más. Bueno, vamos a pensar. Sí. Queremos ir. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien. ¿Y podemos ir a casa? Sí, voy困ってる人がいたときに、その食べ物がない人にパンをあげるのではなくて、パンの作り方を教えるっていうのが本当の支援だっていう。Nunca nos alcanzaba para nada que salir adelante, hacer cosas. 未だに苦しむ女性たち。大学を含めた複数の機関との連携。付加価値をつけた加工食品の開発、地産地消の取り組みなどを通して女性たちの生活を豊かにしたい。一生懸命生きてる女性をフォーカスしたくて、諦めないでやり続けるとか思い続ける、そして実行に移すっていうことがやっぱり何かを生み出すっていう、そういうことを実践してる女性たちだったんですよ。人のこう持ってる能力って無限なんだなとか、なんかそういうのを本当に教えてもらったんですよね。道のりは長くとも前向きに一生懸命生きる女性たちと幸せをつかむために、共に夢を紡いでいきます。